えー、本日もね、新型コロナウイルス関連のニュースをお届けしようかと思います。一番上から、松江市は16日、新たに市内在住の一人が新型コロナウイルスに感染したと発表したということです。次、えー、絵本や風景画で親しまれた画家の安野浩二さん。何て読むんですかね、これ。すいません、わかりません。えー 高岡さんがあ昨年12月24日あ観光編のために死去していたことが分かったということでございます。えー、ご冥福をねお祈りしたいところでございますね。えっ、ー、とすいませんちょっと読み方をね私この機会に覚えたいと思いますので見さしてくださいね。えっ、ー、と。 安野三つさんですね。失礼しました。安野三つさん、ご冥福をお祈りいたします。偉大な方だったんですね。はい、次。福山市は16日新たに8名の新型コロナウイルス感染を発表した。また14日に入院していた1人が亡くなったということでございます。こちらもお亡くなりになるニュースですね。え次。えー、米軍岩国基地は16日新たに基地関係者4名が新型コロナウイルスに感染したと。続々と起きておりますね。はい。えー、中四国地区もかなり、えー、逼迫しているのかなと思います。最後です。 山口県は16日新たに10から100歳代の男女26名が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 先に下関市が発表した11人と合わせると37人で1日あたりの感染確認は過去最多となったということでございます。1日に37人が確認されたということですね。で、広島市ではね、80万人に対して PCR 検査を行うということでございます。まあ、PCR 検査の是非は置いといて、これはね、あの、全国に先駆けたものすごく勇気のある行動だと思います。確かに批判する方はいますよ。 陽性者がたくさん出て収容できる、そういった先はあるのかってことがありますけども、検査をしようが、しまいが、陽性の人は陽性なんですよ。ね。感染してる人は感染してるんですよ。それを知らずに、闇雲に広がってしまうことの方が怖いんじゃないかなという考え方もあって、これを一つのきっかけとしてね、他の市区町村が、注目していると思うんですよ。そして追従するかどうか、病院の医療体制はどうなのか、我々の暮らしはどういうふうに変わっていくのか、 大きな一歩を踏み出すんじゃないかなと思いますよね。無視できない、えー、まあニュースだと思います。えー、本日は以上です。